みんなが思うよりうまく戦えるっていう考えを持っていて、だけど最終的に井上尚弥が KO する、やりづらさを持ってるっていうのをよく聞くから、もうちょっと長引いても、ま、それも全然あり得るから。 Alright, round 1。 サウスポー対オーソドックスだからね。おー、井上尚弥のボディ早っ早すぎるよ。でもガード硬いね、タファレス。果たして重心後ろに置きながら、この前足でちょっとずつチビチビ詰めていくの面白いですね。やりづらいよね、井上尚弥。パンチが速いしパワフルで、今のフックやばかったガードをぶん殴ってタパレスが飛んでいくもん。あまり手出せてないですね、タパレス。うん、この足止めての打ち合いは井上が勝ってる。ああ、今のフックも、あ、タパレスこれやばいよ。タパレス長く続かないよ、ここタパレス倒されるよ。ほら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 、言っただろ、これ予言者だよ。立ち上がるでしょ、立ち上がるでしょ。うんうん、気持ち強いね、タパレス。やっぱりもう聞かされたらもうガードぶん殴って倒せるから。ああ、タパレスの右フックいいの当たったよ。井上もちょっと気にしてた、聞いてはないけどいいの当たったよ。ああ、うまいうまい、タパレスうまい。これ判定いくかもしれないですよ。そう、ワンツーが当たってるように見えてるんですけど、あー、ストレート、これ立てる、無理だ無理だ無理だ無理無理、 KO だよ KO だよ。さすが、さすがモンスター、そのワンツーでやったんだね。いや、タパレスもよく戦ったけど、井上尚弥すごいな。井上尚弥、What a monster! すごいですよ、10ラウンド。KO 勝ち、また KO 勝ちしました。タパレスは守りに入ったとは言えないんですけれども、なんかマローニ、フルトン、ディパイエンもそうですし、まあほとんどドネアとロドリゲス以外の対戦相手、特に最近になると、みんななんか勝ちに戦いに行くよりも、KO されないっていう、プランに転向するじゃないですか。まあ、もちろん試合前は自信を持ってね、勝てる自信を持って挑むと思うんですけれども、実際リングに上がってモンスターと向き合うと、それが、ちょっと、やっぱりプランをちょっと変えようっていう感じになってしまうのが、まあ、そういうパターンが多いんですよ。だけど、それでも、KO する、バトラー、名前忘れた、バトラー、特にポール・バトラーね。だからそういう戦い方に変更したボクサー、でも倒してしまう井上尚弥は KO モンスターやばいですよ。でタパレスも、まあ、うまく自分を守ってました。みんなが思うよりタパレスうまく戦えたと思います。でも4ラウンドに1回倒されて、そこまでの展開も面白くて、最初結構、まあ、近いって言うと、距離はね、近いって言うと近いんですけれども、やっぱりサウスポー対オーソドックスだから、この足がぶつかり合うシーンがよくあったじゃないですか。まあ VS フルトンもそうだったんですけれども、タパレスはフルトンより身長が低いんですが、なんかめっちゃワイドスタンスを取るんで、しかも重心は結構後ろの足に乗せるじゃん。だから足が近いんだけど、この顔が遠いっていう、なんかあんまりよく見ない絵でした。ただタパレスもリーチが長いから、たまにジャブが伸びて井上の顔を触る場面もあったじゃないですか。まあそういうなんかやり取りで1ラウンド2ラウンド3ラウンド行ったんですけれども、途中でタパレスがモードを切り替えて、もう接近に入って、そこでパンチを打ってもらって返してっていうような戦いになって、そこで井上尚弥が確かフックを効かせたのかな、フックを効かせてから連打で仕留めてダウンを取りました。ラスト10秒だったと思いますし、その時点で僕タパレスがまた立ち上がると思ってたんですけども、次のラウンドまた6ラウンドで終わると思ってました。だってダメージ相当溜まってたと思いますよ。ただタパレス本当に頑張ったと思います。頑丈ですし気持ちも強かったです。5ラウンド6ラウンドではなく10ラウンドまで戦いました。確かその10ラウンドまでの展開でも1ラウンドかもしかしたら2ラウンドポイント取ったかもしれない。だとしてもタパレスが勝てるかもしれないっていう、そういう展開は見られなかったじゃないですか。だからそれもまた井上尚弥がどれほど強いのかっていうことですよ。ありえないです。
この世界チャンピオンを相手に相手が判定までいけるのかっていうような風に試合が見られるのはもうとんでもないことですよ。そしてね、そのガードスマッシュってあれまたまたやりましたね。これでガードスマッシュして KO を取るのは2回目3回目4回目もう数えきれないほどやってます。これってこの階級でありえないですよ。とんでもないです。なんかガードごとぶっ倒して効かせてダウンを取ったり KO を取るのは本当にヘビー級ボクシングでしか見られないものですよ。またはカネロとかその異常なパワーを持つミドル級ボクサーとかだったら中量級でも珍しいっていうことなんだけど、それをバンタムとかスーパーバンタムでやってる井上尚弥のパワーはもうなんか言葉で説明できないですよ。やばいです。ただね、途中でちょっと打ち疲れたっていうような考えも僕持ってました。なんか1ラウンドからガンガンガードごと殴ってたじゃないですか。タパレスはそれをうまくブロックしてなんか前に出てたんですよ。ただ今更考えてみるとブロックしてるんだけどダメージは溜まってましたよ。やっぱりポーカーフェイスがうまくてタパレスは、結構隠してたと思います。最後の KO シーンもガードを右ストレートでスマッシュしてタパレスが下がってふらついて、そこからまた右ストレート打つんだけど、それもなんか顎にクリーンヒットしてたように見えなかったです。結局その効かせたパンチはそのガードをスマッシュしてそれを通ってダメージを与えたパンチです。ガードごと殴ってダメージを与えるのってどれほど大変なのか皆さん考えたことありますか？まあ、例えば格闘技ジムに入りました、ボクシングジムに入りました、パンチはどうやって防御すればいいのかって先生に聞きます。で先生はガードするんだよ。ガードっては何？手を上げてこれでパンチをブロックする、それが正しい防御の方法なんです。ただその正しい防御の方法をやってるタパレスなんだけどそれを無効にする井上尚弥のモンスターパンチは何なの？マジですごいんですよ。井上尚弥のパワーはすごい、間違いない。でも的確な狙い、タイミング、ファイト IQ、 コンビネーション、スピード、パンチ上下も混ぜてましたもん。ボディ上、フェイントも仕掛けて全部できる、プラスもう変なパワー持ってるから完璧なボクサーなんです。あとイケメン、スポーツマン、リスペクフォー、だから本当に麦茶選手が言う通りディスるところはないんです。もう完璧です。だから He's my favorite boxer、 今のところ大好きなボクサーです。ナンバーワンボクサーです。一応井上尚弥の KO 勝利を激アツオッズとして認めたので、激アツオッズまだ連勝を重ねてますよ。今年のラスト激アツオッズだと思います。今年多分15か16激アツオッズを進めて1回しか外してないからやばいですよ。みんなが僕の激アツオッズアドバイスを聞いてればめっちゃ勝ってます。15回の中で1回だから外したの。井上尚弥の KO 勝利、1年の中で 2-weight class undisputed champion になりました。史上最強の一人っていうのは間違いない。ただ質問は次誰と試合をするのか、チャレンジャーは次誰になるのか。まあ井上尚弥の試合後マイクで5月にある試合が噂されてるっていうか、まあ決まるかもしれない、交渉進めていくっていうようなことを言ってたんですけども、それはルイス・ネリーの話だと僕はまあ知ってる範囲ではそうだと思います。ルイス・ネリー vs 井上尚弥5月 in Japan、 皆さん興味ありますか？僕はぜひ見たいと思います。だってネリー以外誰がいるの？アフマダリエフ、まあアフマダリエフは本当にこういうマーロン・タパレスみたいなような試合になると思います。でも、ルイス・ネリーは面白いじゃん。だって歴史があるじゃん。そして、超ヴィランだよ。なんかルイス・ネリーが KO 負けするところ見たいと思います。僕もなんか見たいです。スタイル的に噛み合うと思う。だって、ルイス・ネリーは上手いんだけど、なんか、ディフェンスよりも攻撃力が強いじゃないですか。でタパレスがこんな、まあ、10ラウンドまで立っていられた理由はディフェンス力が結構高いから、うまいの、やりづらいし、まあルイス・ネリーもうまいんだけど、どっちかっていうともうガンガン攻めていくじゃん。 He's a Mexican boxer。 だからストレー VS 井上尚弥長く続くと思わないけど、最初から終わりまで結構スティーリングな打ち合いになると僕は考えてますが、皆さんはどう思いますか？ルイス・ネリー VS 井上尚弥見たいですか？違う試合が見たければ誰を見たいですか？ Who will fight the monster next? コメントで教えてください。そしてそのチャンネルの登録ボタン、それをスマッシュしてください。いいねボタン、This one right here、それもスマッシュしてください。We'll see you again soon、またお会いしましょう。バイバイ。